在、日本が開発している F2 戦闘機の後継機となる予定の第6世代戦闘機次期戦闘機だけど、この次期戦闘機で運用する予定の無人戦闘機も同時に開発が進んでいるよ。無人戦闘機ってかっこいいよね。近代的で、すごくそそられるよ。無人戦闘機は、簿記に随伴し、AI による自律飛行が可能であるとされているからな。しかしながら、それでも無人機に対して指示を出す必要はあるため、現状では次期戦闘機は、無人機操作のために複座式となるのか、すべてを高度に自動化して短座化するのかまでは決まってはいないみたいだぜ。そうだね。さて今回は、そんな次期戦闘機用無人機を開発中であることについて、解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。次世代の第6世代戦闘機は、西側先進国を中心に世界各国で開発が進んでいるんだけど、現在のところの第6世代戦闘機のコンセプトの一つとしては、簿記となる戦闘機に無人機が随伴し、簿記は無人機と共同で戦闘行動を行うことにより、より作戦の幅を広げつつ、簿記の生存性を向上させようとしているんだ。日本でも次期戦闘機として第6世代戦闘機の開発が2021年より本格的に開始されているけど、3代目の国産戦闘機として F3 とも呼ばれており、無人機についても2021年に実証機の開発関係費の予算が計上されているよ。フルスケールでの開発が進められることになり、次期戦闘機と同様、2035年頃に配備される予定となっているよ。現在は、自衛隊の作戦及び任務の遂行に応じたミッションシステムや、インテグレーション技術の研究開発及び各種武器を統合する、火器管制システムなどの研究開発を進めている状況らしい。また、現在開発中の無人機は、前述のミッションシステムやインテグレーションとの、緊密な連携とそれに対応した自律飛行制御技術の開発が求められており、簿記のパイロットが移行制御せずとも自律飛行を行い、所定の任務遂行が可能なレベルの無人機開発を行っているようだな。将来的には、敵対勢力の人間を無人機が、自動的に攻撃するような戦場になっていきそうだね。そうだね。そして、現在無人機に求められているものは、簿記のパイロットの生存性を高める高度な自律飛行及び作戦遂行能力、有人機では不可能な高機動性、人間の搭乗が不要であるため、機体内部容積を兵器及び燃料に割り当てることによる、兵器搭載量及び燃料搭載量の増大と機体凹凸の削減によるステルス性の向上だよ。コストパフォーマンスについても、有人機に比べて、パイロットの搭乗スペースや操縦機器を削減できるんだ。そして、最悪撃墜されてもパイロットの損耗を防ぐことができるので、兵装を使い果たした場合でも機体を敵機や敵艦船に特攻させて攻撃することすらできるってわけ。もちろん、無人機といえども非常に高価な装備だから、簡単に使い捨てることはできないけど、パイロットという非常に貴重な人材を無意に損耗しなくてよくなるというのは、非常にコストパフォーマンスが良いと言えるよね。防衛省は、無人機に関して以前より強い関心を示しており、実は1995年より無人機の基礎技術の研究を開始しているんだ。そして、2004年には本格的な無人機の開発費用として3億円の予算を計上し、最終的には開発経費103億円で4機を生産。2009年より航空自衛隊にて国産無人機の配備を行っているみたい。この無人機は、搭載簿記の F15 から空中にて射出され、あらかじめ決められたルートを偵察飛行し、自動で定められた基地に着陸するというものとなっているよ。そのため、攻撃任務に使用することはできず、米軍のグローバルホークに代表される無人機に用に地上基地から遠隔操縦できるわけでも、長時間の飛行が可能なわけでもないんだけど、戦闘機から無人機を射出して運用するというコンセプトは、現在開発中の無人機につながるところもあるとのことだよ。航空自衛隊では、米軍より導入したグローバルホークと同様に、遠隔操作できる無人機の研究も進められており、無人機開発の先進国である米軍ではグローバルホークが、有名な無人機として挙げられるんだけど、この他にも現在米軍にて開発が進められている、XQ-58A バルキリーと呼ばれる機体があるんだ。このバルキリーという無人機を開発した企業は、米国の軍需産業の中ではほぼ無名と言っても良い企業であり、その名をクラスト社というよ。バルキリーは、機体に搭載された AI によって、亜音速飛行による長距離自律飛行が可能となっているんだって。この機体は、2019年3月に初飛行しており、2021年3月には試験飛行も6回に達し、6回目の試験飛行では、バルキリーに内蔵したウェポンベイより、小型ドローンを射出する実験にも成功しているんだ。
これにより、無人機で無人機を運用することが可能であることが実証されたことになり、無人機の可能性をさらに大きく広げるものとなったぜ。ヴァルキリーに搭載されていた小型ドローンは、アルテウス600と呼ばれており、米空軍研究所が現在提唱している低コスト消耗型航空機技術の一環として開発が進められたもので、高度な電子戦及び電波情報の傍受などの任務を遂行することができる機体となっているみたい。そして、米空軍では2019年よりスカイボーグ計画と呼ばれる、自律型無人システムの実戦配備を目指すプロジェクトを進めており、これにより、組織化した無人航空機群を運用することにより、紛争地域への迅速な展開及び敵戦力への効果的な攻撃と進行阻止を、比較的低コストに行うことが可能になるとしているんだ。一方、日本における無人機開発については、防衛省は偵察機や戦闘機等の広範な機種による、無人機の運用を想定しており、最新のデジタルモックアップ技術を活用して、さらなる研究スピードの向上が図られているようだぜ。そのような中で、今回の次期戦闘機とともに運用する予定の無人機については、これまでの日本の無人機研究開発の成果の一つであるとも言われているな。防衛装備供給技術研究本部では、2016年8月に将来の無人機に関する研究ビジョンを公表しており、その内容としては航空無人機の研究開発を中心としていたんだけど、2019年以降からは第3分類無人技術検証と呼ばれるフェーズに移行しており、遠距離見通し外運用型の無人機技術の検証を行っているところとなっているようだね。この後、第4分類無人技術検証にて、戦闘型無人機の研究開発も進められていて、これでは、第3分類無人技術検証にて行っている検証のほか、近距離見通しない運用型、特殊飛行型及び携帯型、ドローンなども候補とされているんだ。現在、これらの研究を基礎としつつ、現状に即して適時研究内容に柔軟性を持たせつつ、無人機の研究開発が進行しているってわけ。また、単にドローンと呼ばれるものでも、用途によって様々な大きさや型式があるぜ。日本が開発しているのは、どんな無人機なの？防衛省で現在開発が進められている次期戦闘機と連携運用する無人機の種類は、近距離見通し外での運用型でありかつ、携帯型無人機とでも言うべきものであるように思われるんだ。これらの無人機開発及び運用思想は、現在の世界の潮流でもあるんだけど、日本においては F-15 イーグル戦闘機の最近代化改修計画が予定通り進んでいない現状では、第6世代戦闘機の開発及び無人機開発に注力していくのは、日本の防衛力整備においては当然の対応であると思われるね。世界各国においても無人機開発に力を入れており、米国においては、2021年2月に米国防高等研究計画局から、ロングショット開発計画と呼ばれる無人機開発計画を発表しているよ。そして、米国内3社に対し、空対空ミサイルによる敵機の迎撃を可能とする、ドローンの設計プランの提出を求めており、このドローンは、母機となる有人機を護衛し、有人機パイロットの生存性確保につながるものとされているんだ。2022年現在、世界はロシアによるウクライナ侵攻によって軍事的な緊張感が大きく高まっているよね。そのような中、米ロは第6世代だけではなく、第5世代や第 4.5 世代戦闘機への無人機運用能力の付与、検討していると専門家の間で囁かれているってわけ。このような米ロの動きに対して、日本は防衛予算の制約もあり、研究開発が遅れていると言わざるを得ない状況ではあるんだけど、今後、航空戦力の無人化は避けては通れない重要な案件であると言わざるを得ないんだ。日本に大きな軍事的圧力を加えている中国は第6世代戦闘機の開発よりも、無人戦闘機の研究開発に力を入れていると言われており、ロシアのウクライナ侵略において、ウクライナ側は無人機によって、ロシア軍部隊に効果的な打撃を与えているとメディアを通して報じられているからね。現在の無人機開発の進捗状況によっては、将来の日本の防空体制、航空優勢の確保に甚大な影響を及ぼすことはほぼ間違いないよな。日本は現在、限られた防衛予算を様々な研究開発に分散して投資しているけど、無人機開発という今後の日本の防衛環境に大きく影響する分野に関しては、分散した防衛予算の選択と集中を行い、現在よりも無人機への研究開発予算を大幅に増額する必要があるのではないかな。さらには、今回のウクライナ侵略戦争を見たドイツは国防予算を大幅に増額し、自国の防衛能力の増強に努める方向に大きく舵を切っているしな。日本も中国という、ロシア以上の軍事大国からの軍事的圧力を受けている状況だから、
防衛予算の拡充も速やかに検討すべきだと思うな。その通りだね。日本はいつまでも平和ボケと呼ばれる状況で安穏と過ごすのではなく、自国は自国でも守れるよう努力すべき時に来ているってわけ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録、よろしくね。ねえ、最近はあんまり潜水艦の情報が入ってこないけど、新しい情報はないの？なんだよ、いきなりどうした？確かに戦闘機や護衛艦、空母なんかの話は入ってくるけど、日本の潜水艦事情は聞かねえな。今現在、収益中なのは、そういう型潜水艦だよ。新型の開発改良なんかの情報はないのかよ。はいはい、ございますよ。確かに現在収益中なのは、そういう型潜水艦だよね。これはよく聞く潜水艦だね。当然軍事開発は、どんどん進化していってるから、日本だって新型の開発は進んでるよ。そういうに続く潜水艦は、3000トン級の潜水艦らしいよ。情報では、今現在稼働中の潜水艦の次の次までの製造まで取り掛かっているらしいね。そうなのか。そんなに進んでたんだな。知らなかったぜ。まあ軍事開発はトップシークレットだから、一般の自分たちに情報が入るのは、かなり進んでからになるからね。知らなくても仕方ないよ。そういう型潜水艦は聞いたことあったけど、その次の次まで進んでいたとはね。本当に軍事開発というのは、進化が早いよね。そりゃそうさ。各国が競争してるようなもんだからな。開発をどんどん進めないと、自分の国だけすぐに置いていかれるからな。他国より一歩でも先を行ってやろうと各国必死さ。その通りだね。軍事開発は、日々目まぐるしい進化を遂げている。少しでも他国より遅れを取れば、あっという間に置いていかれてしまうからね。多額の資金や、膨大な時間を使って各国しのぎを削ってるんだ。ところで、そのそういう型の次世代型どんな進化をしてるのかな？そうだ、肝心なことを聞いてなかったぜ。よろしく頼む。それじゃあ行ってみよう。2019年6月に幕張でマスト2019というイベントが開催されたんだ。このイベントは、防衛装備や技術、海洋や航空安全に関するシンポジウムなどが行われたんだよね。このイベントで、新型潜水艦のイメージ図を三菱重工業が発表した。このイメージ図は日本だけじゃなく世界の関係者たちの注目を集めたんだ。おお、やっぱり三菱重工業だよな。さすがだぜ。うん、そうだね。三菱重工業の開発力と技術力は世界でもトップクラス。いや、技術力だけで言うならナンバーワンかもしれないね。この三菱が発表した潜水艦のイメージ図に書かれていた新型潜水艦の正体について大きく3つの説が流れたんだ。そうか、まだイメージ図の段階では新型潜水艦の正体はみんなつかめていないんだね。そう、だから各国の関係者の間ではいろいろな憶測が飛び交ったんだよね。まず今日本が開発中のそういう型潜水艦の時間3000トン級だという説、次に3000トン級の改良型潜水艦という説、そして今回の主役である3000トン級の次の艦という説が主な関係者たちの予想だね。なんかよくわかんないね。確かに少しわかりにくいよね。じゃあそのあたりを説明するね。まず3000トン級潜水艦は、現行の最新型そういう型をベースにしているから、詳しい人が見れば違いはわかりやすいんだよね。だから、今回発表された潜水艦のイメージ図は、その次に開発されるさらに新しい型式の潜水艦じゃないかと言われてるんだ。でも、このイメージ図の潜水艦の性能などに関しては、確定している情報などは入ってきてないんだよね。ただ今までの、そういう型と比べてみると艦体自体のフォルムが違っていて、流線形を取り入れたようなフォルムになっている。それでも、やはりまだイメージ段階だから、どこまで現実に即したものなのかは、わからないんだよね。ってことは、三菱重工業が発表したのは、あくまでもイメージの段階だから、今後開発を進めていくうちに、発展していく可能性もあるってことだな。それじゃあ、まだ今の段階では艦隊のイメージしかできてないってことなんだね。性能などに関しては全くわからない状態なんだね。そうだね。でも専門家や関係者の予想は発表されてるよ。それを見ていこう。謎に包まれた次世代潜水艦だけど、現在のエンジン機関ディーゼルとリチウムイオン電池の併用はそのまま使用するだろうとされていて、このエンジン機関の始まりはそういう型11番艦からが始まりだったんだ。リチウムイオン電池は電力容量が飛躍的にアップできたので、それ以前に使用していたスターリングエンジンや非待機依存推進機関を廃止した。そうなると、そういう型潜水艦のそういうとおういうの2隻。
合計艦の3000トン級潜水艦3隻はリチウムイオン電池を併用したエンジンになりそうなんだ。この5隻でディーゼル機関方式とリチウムイオン電池のエンジンノウハウを積み重ねてきたから、次世代潜水艦はより進化したエンジンになるだろうと予測されているよ。でもよ、今世界で主流になっているのは、原子力潜水艦だよな。この無限に動力を供給できる原子力の方が、長い期間深海に潜って任務をこなす潜水艦としては理にかなってると思うんだがな。うん、確かにそうだよね。軍事大国と言われてる国の潜水艦は、ほとんど原子力潜水艦だからね。でも日本人ならほとんどの人が知ってると思うけど、日本は核兵器を持たない、作らない、持ち込ませないの非核三原則があるから、現時点での原子力エネルギーを軍事目的に利用することは、政治的にも世論的にもなかなか難しいことなんだよね。そうだよね。原子力発電所でさえ今現在でも一部の反対派がいるもんね。軍事目的となるとさらに反発は大きくなるだろうからね。でもね、この状況が変わるかもしれないという情報が入ったんだ。アメリカの軍事産業の一翼を担うロッキード・マーティン社が、小型核融合炉の実用化に向けての開発を進めているということなんだ。この小型核融合炉は原子力潜水艦で使用されている原子炉とは全くの別物らしく、厳密な定義からすれば原子力エネルギーではないのではないか、ということなんだけど、これも果たして実態はどうなのかな？原子力エネルギーじゃないなら、日本の潜水艦にも搭載できる可能性はあるかもしれないな。確かに、搭載できる可能性はあるかもしれない。でもそれが必ずしも潜水艦の性能アップにはつながるわけではないと思うんだ。日本の潜水艦欧遊と東遊は今現在でも静粛性は世界と比べてもトップクラスなんだ。音で敵の位置を察知する海中での任務において静粛性が高いということは、これだけでも他国からすれば脅威になる。敵のソナーに探知されず、自国に近づく敵艦を追尾するような防衛面でも、より広範囲での積極的行動も可能だからね。新しい小型核融合炉を搭載できたとしても、この利点が損なわれるようでは話にならないからね。なるほどな。日本が専守防衛の国だから積極的に他国に出向いて作戦行動を取るわけじゃないから、長期間海中で行動できる原子力よりも、現在のリチウムイオン電池搭載艦の方が自国の領海を守るという点では、合っているのかもしれないな。そうだね。日本の周りには海からも空からも、ちょっかい出してくるうざい国があるもんね。まずは中国だね。ここ最近この国は軍事拡張にかなり力を入れているからね。今の感じで軍事用の艦艇を増やしていくなら自衛のためにも日本の潜水艦の能力向上は大事だね。日本としては、艦艇の数を増やして大きなコストをかけるより、性能の向上を図りたいところだよね。そうだな。軍事費はかならないからな。資金力よりも技術力で勝負だな。もう一つ忘れてはならないのはお隣韓国だね。韓国は現在、原子力潜水艦の建造にかなり力を入れている。現在就任中のバッチさんと呼ばれる潜水艦も原子力推進型に改良すると言われている。なんで韓国はそこまで原子力潜水艦の建造に力を入れてるのかな？そりゃあやっぱり陸続きのお隣にクレイジーな国が存在してるからな。これは間違いなく世界屈指のクレイジー国家だね。同じ民族同士なんだけど、この両国はいつ有事が起きてもおかしくない状況が続いてるからね。文大統領時代は割合良好な関係は築けていたんだけど、今年に入ってからは、北朝鮮が南北共同連絡所を爆破するという、イカれた行動に出たんだよね。世界中がびっくりした事件だよね。そんなイカれた国を相手にするんだから、潜水艦は必要だと思うんだけど、実際は北朝鮮を攻撃するのにわざわざ潜水艦を使う必要はないと思わない？そうだよね。韓国と北朝鮮は陸続きだから38度線を越えて攻めた方が効率いいもんね。そういうことか。なんとなく分かってきたぜ。結局、韓国がなぜ潜水艦建造に力を入れてるかっていうと、日本ってことだよな。うん。その通りだね。日本と韓国はことあるごとに揉めてるからね。揉めてるというよりあちらが政治的目的で難癖をつけてきてるだけなんだけどね。自国で何か問題が起きれば日本を叩いとけばいい。というノリみたいなもんだよ。その日本に少しでも脅威を与えて優位に立っておきたいというのが、本当の狙いなんだよね。そうだな。こっちは相手にしてないが、韓国が日本をライバルと思ってるみたいだしな。いろいろ軍備を強化して日本から常にマウントを取っておきたいってことなんだね。まあそういうことだね。話が逸れてしまったけど、日本には海を隔てたすぐ近くにこれだけの問題があるんだ。だから、新型の潜水艦を開発、建造し、
常に隣国に対して牽制していかないといけないってことなのさ。次の新型の潜水艦は、また世界を驚かせるような潜水艦になると思うよ。技術力ならまだまだ、世界でもトップクラスだからね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。来た来た来た、レールガンなんて中二病の最高峰だよ。初手からテンション振り切ってるな。だってあのレールガンだよ、超電磁砲だよ、コイン飛ばすだけでビルに穴開けちゃうんだよ。ちょっと待て、わかってはいたがそれアニメの話だろ。キサカちゃん可愛いよね。まあ否定はしないが、とにかく現実的に考えようぜ。今回は現実的なレールガンの話だからね。でもやっぱりロマンだからね。早く本題に入ろうよ。わかったわかった、それじゃあ行ってみよう。まずそもそもレールガンとは、従来の火砲のように削薬の力で砲弾を発射するものではなく、物理学でいうローレンツ力、要は電磁気の力で砲弾を発射する近未来の兵器として、各国で研究が進められてきたものなんだ。レールガンの予備知識に関してはバッチリだよ。ガイデンまでしっかり主張済みだからね。知識の出所がアニメってのがお前らしいな。でも実際、一足早く SF やアニメの世界では最先端の軍事兵器として描かれることもあったけど、現実の世界では実用化は遠く、実際に軍隊が使用するレベルに到達はしていない模様なんだよね。そうなの？あからさまに落ち込むなよ。世界各国の軍隊においてレールガンの実用化に対する意見は様々だが、日本では2021年8月末に公表された令和4年度防衛予算の概算要求にも同内容の研究が記載されており、将来的な投資を行う方向にあるよ。日本の防衛省ではレールガンの運用を、自国の水上戦闘艦に向けて発射される敵の極超音速対艦ミサイルの対空迎撃に用いることであったけど、将来的には対地及び対艦攻撃用への応用も視野に入れているらしいんだ。現在の日本の仮想敵国とされるロシアや中国が極超音速兵器のしるべ対策とも言える一環で、前者の対艦巡航ミサイルチルコンや、後者の DF-17 の脅威に、対抗する対空兵装とするのだろうね。ロシアのチルコンに関しては2020年10月および11月に、同国海軍のフリゲート艦アドミラル・ゴルシコフの VLS から、発射実験を行った際の映像が YouTube 上でも公開されて注目を浴びており、実戦配備の直近だと思われるぜ。この発射実験でチルコンは飛翔距離 450km、飛翔速度マッハ8だと公表され、スクラムジェット推進方式での石油系燃料として最高潮へといられる、飛翔速度のマッハ8をすでに叩き出しているとのことだ。飛翔速度をマッハ6に抑えたら、今回達成した飛翔距離 450km の倍以上への距離が物理的には到達可能であるため、チルコンの最大射程は 1000km 以上になるという声も聞くぜ。一方中国の DF-17 はトンプー17とも呼ばれている極超音速滑空ミサイルのことを指し、2019年10月の軍事パレードで初公開されたが、全 DF-16 弾道ミサイルを改良し弾頭部分が極超音速滑空体仕様となっているよ。この DF-17 は推定値で水平飛行距離が 1400km、最大到達高度 60km、平均速度マッハ6以上の性能を有すると推測されており、最大高度到達後に弾頭部分の滑空体がマッハ3以上の速度で、目標に向かう恐ろしいミサイルなんだ。チルコン、DF-17 ともに飛翔速度が極超音速ではあるものの、既存の兵器、例えばアメリカのイージス艦が搭載しているような長距離艦対空ミサイルの、SM-6 などであれば週末時点で迎撃可能と言われているよ。だが SM-6 のような長距離対空ミサイルがない場合や、あった場合でも能力を上回らぬ方が攻撃等への可能性を考慮した場合には、より多層的な防空兵器の保有が望ましく、我が国の防衛省ではこれを念頭に考えているのだろうぜ。日本の海上自衛隊の場合、イージス艦混合型4隻、アタゴ型2隻、マヤ型2隻の合計8隻は、北朝鮮の弾道ミサイル防衛のためにも常備しておく必要性が高く、稼働訓練メンテのローテーションからの余裕が少ないんだよな。このような不安を解消するために導入が期待されていた陸上設置型のイーグルアソアも、昨年2020年に発射後のブースター落下の安全性が担保できないとの理由で中止となってしまい、日本のミサイル防衛は修正を急いでいる状態だぜ。そんな状況下で電磁気の力で砲弾を発射するレールガンは、理論上では削薬を使用する従来の火砲よりも高速度でかつ、射程距離も長いということから注目を集めており、次世代の兵器としての可能性に期待されているんだ。
作薬を使用しないレールガンは砲弾を爆発の圧力で加速させる方針が不要で、ネーミングにあるように伝導性の高い素材で作られた2本のレール間に、同じ素材の弾頭を置き電力による磁場作用でこれを発射するよ。当然、新兵器開発には膨大な予算と軍事技術力が必要となることはレールガンにおいても同じで、20世紀以降世界最大の軍事力と軍事予算を投じ続けるアメリカがやはり先行してきたな。中でもレールガンの研究開発に着手したのは米海軍であり、2007年頃より研究部署である OMR オフィスオブネーバルリサーチが米国軍事企業大手 BAE システムズ社と共同スタートしたぜ。 BAE システムズ社はイギリスを中心とする第6世代戦闘機開発プロジェクトテンペスト計画を主導しており、世界最大の海軍の依頼でレールガンの研究開発の任にも参画しているね。米海軍の ONR と BAE システムズ社は、2008年に射程距離約 370km、発生電力量 64MJ を当面目標に掲げて研究を開始し、アルミ製の弾頭を 10MJ で時速約 9000km で発射させることに成功したんだ。さらに2010年にこのプロジェクトは、当初の目標であった発生電力量 64MJ の約半分にあたる 33MJ を達成。プロトタイプのレールガン開発を順調に進め、2014年には艦艇に搭載してテストを行うとの発表もされたよ。プロトタイプのレールガンが搭載されることになった理由は、通常の船舶よりも幅の広い双胴型の輸送船で搭載に広いスペースを必要とする関係上、都合が良いと判断されたからだな。当時レールガンを実装化する最有力候補として挙がったのが、2011年から建造が始められていたズムボルト級ミサイル駆逐艦であり、膨大な電力を必要とすると分かっていても、この艦との親和性が高いと判断されたからなんだよね。ズムボルト級ミサイル駆逐艦は大型のガスタービン機関で電力を発電して使用する、統合電気推進方式が搭載されており、発生した大電力をレールガンにも使用する案が考えられたんだ。はじめの段階でズムボルト級ミサイル駆逐艦の主砲は、従来の火砲に変えて AGS-155mm 砲と呼ばれるロケット弾の一種を搭載する仕様だったんだけど、レールガンは将来的に代替兵器となることを期待されていたと言えるよね。だが、ズムボルト級ミサイル駆逐艦が AGS-155mm 砲をはじめ、たくさんの新機軸を乗り込みすぎたゆえに建造費の高騰、そして米海軍が必要とする安定運用が困難となり、わずか3隻の建造で打ち切りとなってしまったんだよな。このズムオルト級ミサイル駆逐艦の事例に連鎖するように、未来を見据えたレールガンの実用から現時点では困難だと米海軍が認識し、2021年時点ではプロジェクトすらも中止となっているぜ。レールガンの実用化はまだ先ってことだね。ああ、だけど完全に不可能ではないってことだな。この先の技術力に期待すれば十分実現可能だ。いつかレールガンが配備される日まで、気長に待ってみようよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。いつも見てくれて、ありがとう。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 海上自衛隊の最大級護衛艦出雲型の2隻について、みんなは知っているよね。軽空母化が進められているってやつだよね。そうそう。現在、その動きが目まぐるしく変わっているみたい。2021年には実際にアメリカ海兵隊との合同訓練をも実施したみたいだな。うんうん。今回はこれら2隻の動きをまとめてみたから、それについて解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。海上自衛隊全体の2021年を振り返ってみると、ヘリコプター搭載型護衛艦出雲が、航空母艦化への改修の第一段階を無事クリアしたことで、日本の進むべき方向性が間違っていなかったことを、関係者一同が無事に確かめられた1年だったように感じるね。すでに2020年より出雲はジャパンマリンユナイテッド社の横浜事業所での第1回目の航空母艦化改修を行って、飛行甲板の耐熱工事を完了させており、それを踏まえて2021年10月には艦載機として搭載予定の F-35 ライトニング 2B 型の発着艦テストに臨み、無事に成功させているよ。このテストについて、詳しい内容は明らかになっていないんだけど、自衛隊の公式発表から具体的な内容や成果を掘り下げていこうと思うんだけど、今回の訓練が実施されたのは、四国の沖合洋上だと発表されているんだ。だけど、
現在の日本は F-35 ライトニング 2B 型を自らが所有しておらず、現在調達途上にあるよ。今回のテストが成功したのは、山口県岩国基地所属のアメリカ海兵隊に、配備されている同機が協力したからこそ実現したと言えるね。防衛省では、このテスト時の様子の一部を動画で公開しているみたいだぜ。公開されている動画は、出雲への F-35 ライトニング 2B 型の発着艦の様子を収めた2分強となっており、この動画は SNS 上でも公開されているようだな。具体的な内容としては、同機の垂直着陸や短距離離陸のリアルな運用状態を簡単に視聴することができ、軍事関係者でなくとも興味を持って視聴できると思うぜ。もちろん、この動画は世界中に公開されているわけで、中国や韓国、北朝鮮やロシアなどの近隣国でも確認することができるんだ。この動画が影響したのかどうかわからないけど、もともと日本が空母を所有することが面白くない中国や韓国は日本の軍国主義が進むことへの懸念を表明し、明らかに面白くないご様子のようだね。韓国に至っては、自国の強襲揚陸艦を空母化改装し、自らも空母所有国になる計画をぶち上げるなど、日本への対抗意識が見えているし、そんな見えだけで自国の国防をあれこれ考えられても困るだろうね。隣国がそれほど嫌がる日本の空母所有計画、その柱は何と言ってもヘリ搭載型護衛艦出雲型の空母化改装となっているよ。出雲型空母化改装の第一段階として、2020年から2021年6月の改修工事が行われ、出雲には F-35 ライトニング 2B 型の離発着時に発生するエンジン排気熱に対する飛行甲板の耐熱加工が行われたみたい。見かけ上は従来とさほど変わってはいないんだけど、大きなポテンシャルアップを果たしていることは十分期待できるよ。出雲に対する航空母艦化の今後の流れは、2022年中にアメリカ本土の東海岸の基地に出雲が直接出向き、F-35 ライトニング 2B 型の運用に必要な母艦としての認証を受けることが予想されているね。この認証は1年程度時間がかかるものであり、スムーズにいけば2023年から2024年にかけて出雲が日本に戻ってくることになるんだけど、その後も出雲はアメリカ海兵隊所属の F-35 ライトニング 2B 型の協力を必要に応じて求め、離発着訓練などの艦載機の運用ノウハウの蓄積に努めるものと思われるよ。そして、2025年に2度目の改修工事を行い、飛行甲板の形状に手を加えることになるんだ。現在の甲板先端部は台形になっているんだけど、二度目の改修工事でアメリカの強襲揚陸艦のような四角形に変更する予定とされており、この改修工事が完了すれば、外観からも明らかに航空母艦として認識できるようになると思われるんだ。ちなみに、飛行甲板の先端部の形状変更がなされていない現状でも、F-35 ライトニング 2B 型の発着艦は可能だが、アメリカ東海岸への開港時でも第二次改修は未実施の状態で認証取得に向かうこととなるぜ。SNS 上に公開されている動画を確認しても、F-35 ライトニング 2B 型は艦首部に向けてスルスルと短距離滑走を行い、既存の飛行甲板台形から、問題なく発艦していく様子が確認できるな。そもそも、艦首部の飛行甲板を台形上から四角形に改修する理由が不明瞭かもしれないね。その目的は、離発着に必要な面積を増やすというよりは、飛行甲板そのものの面積を拡張することで駐機スペースを隠して、F-35 ライトニング 2B 型の滑走距離を確保しつつ、必要な機数を駐機させるだけのスペースを確保することが目的とみられているよ。これは、航空母艦化改修が完了し、F-35 ライトニング 2B 型を艦載機として出雲が運用可能となった場合でも、対潜哨戒任務などにおいて SH-60J ヘリなどの運用を継続するために、必要な駐機スペースを確保しておくためとも言われているんだ。つまり、出雲型は単なる空母ではなく、哨戒拠点としての利活用など、複数の任務に対応できるだけの能力を持たせようとする多目的艦としての利用を基としているものと思われるよ。実際、イギリスの航空母艦クイーンエリザベスなどが装備しているスキージャンプ式の発艦装置を設けないことも、こうした出雲らの対潜哨戒能力の維持を狙っている現れかもしれないね。実は出雲型護衛艦、すでに対潜哨戒能力を有していることは、一般人にはあまり知られていないんだよな。出雲型護衛艦には、艦首部の水面下の部分に対潜哨戒用の大型のソーナー設備をすでに搭載しており、今でもすでに対潜哨戒能力を保持しているぜ。だけど、対潜哨戒設備を保有している都合上、さらに艦首部分を重たくすることになるスキージャンプ式の発艦装置の搭載は見合わせたとも言われているな。
艦の重量バランスが崩れてしまうことを避けたとも考えられるよね。本来、F-35 ライトニング 2B 型の戦闘機としての運用を優先すれば、燃料や兵装を多く搭載しても離陸することが可能なスキージャンプ式の発艦装置を採用することが、最も運用効率には優れていると言えるよ。でも、海上自衛隊の事情では、出雲に多目的の任務を与えたいわけで、一種のジレンマを抱えているんだろうね。さて、この出雲、同型艦で2番艦の加賀も同様に航空母艦化改修が予定されているんだけど、こちらは実は出雲より早く、来年2022年からの第1回目の工事で艦首部の拡張を含む大改修が行われる予定となっているよ。加賀は、2024年にアメリカ本土の東海岸の基地に出向いて、F-35 ライトニング 2B 型の運用に必要な母艦としての認証を受けると見られており、これを終えた後に航空自衛隊の F-35 ライトニング 2B 型の運用に入る見込みとされているんだ。そのため加賀は、出雲よりも先に空母としての実運用が行えるようになると見込まれており、2026年頃には F-35 ライトニング 2B 型を艦載機とする運用体制を構築することが可能となっているみたい。その後、2027年頃に出雲の運用体制の効率が完成し、海上自衛隊は晴れて2隻の空母を運用する一流の海軍国の仲間入りを果たす、というスケジュールとなっているようだね。出雲や加賀の艦載機となる F-35 ライトニング 2B 型は、その運用を海上自衛隊ではなく航空自衛隊が担うことになるみたい。航空自衛隊では、F-35 ライトニング 2B 型を42機を調達する計画で動いており、訓練拠点としての配備場所を宮崎県の新田原基地にすることを国が発表しているよ。加賀は広島県の呉基地を母港であり、新田原基地は距離的にも理想的な位置にありますし、新設に向けて準備が進められている空母機離着陸練習場の予定地である、鹿児島県の馬毛島にも近いことから、訓練の効率化や南西諸島防衛にベストな立地と言えるんだよね。だけど、F-35 ライトニング 2B 型が新田原基地へ配備される予定だと公表されると、日本ならではのレフトウィング関係団体が行動を始めており、騒音の被害を名目にその配備反対を主張していることが報じられているよ。いつものように兵器が来れば攻撃される基地があるから戦争に巻き込まれる、騒音で生活圏を奪われるなどと主張しているこれらの団体だけど、基地があり、精鋭の飛行隊がいるからこそ守られる国土もあるわけで、それに対する答えが一切ないのは何とも言い難い話だよね。先ほど F-35 ライトニング 2B 型の拠点とされる場所として紹介した新田原基地だけど、この新田原基地自体は季節の航空自衛隊基地であり、2021年時点でも F-15J イーグル戦闘機の1個飛行隊が配備されているよ。すでにある程度の離発着がこなされているわけで、常識的に考えても同期に比べ F-35 ライトニング 2B 型の騒音の方が激しいなどということは考え難いよね。すでに反対運動が起きていても叱るべきであろう。という問いかけに特定の団体閣議はどのように答えを返してくれるんだろうね。また、鹿児島の馬毛島でも地方自治体において反対派と賛成派が分かれており、反対派の市長が当選した西之表市は依然としてアセスメントの結果次第と、基地の受け入れを自治体として同意したわけではないんだ。だが、自衛隊の拠点を置くことや、アメリカ海軍の航空母艦艦載機の訓練に使用するという決定は国が下ろした国防政策であり、どちらが優先かは誰の目に見ても明らかであろうと思うぜ。国を守るという当たり前のこと、これを無視して軍事施設が存在するから敵の攻撃目標にされてしまうのだなどと本末転倒な主張を繰り返す勢力には、問いかけたいことがいっぱいあるよね。例えば尖閣諸島をはじめとする、南西諸島への中国の圧力に対抗するために、何か有効な代案とは何かとかな。中国に対して軍事的な圧力を行わないように訴えるとき、どんなことを訴えれば効果があるのかとかね。これらを提示する義務がなければ、ただの言いたい放題にしかならないわけだし、国に対して何かを求めるならば、自分たちだって求められたらしっかりと対応する、それくらいの矜持を見せてほしいものだよ。実際、航空母艦化が完了した後の出雲と加賀を見てみると、これが中国や韓国が言う軍事大国日本を意識させるものなのかは、正直言って疑問に思うんだ。両艦に対して、拡張工事を行ったとしても、F-35 ライトニング 2B 型の搭載機数は最大で十数機程度と見られており、航空戦力としての数値としては微妙だしね。中国の空母などは、その3倍以上の艦載機を搭載しているわけで、どっちが軍事大国なんだと聞けば、可愛い用事でも中国の方を指さすに決まっているだろうぜ。
そんな中国に対抗するために、持たなくてもいいものを持たなければならなくなった感じだしね。うんうん、日本の立場というものを、日本国民としてもしっかり理解しておきたいものだね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。日本がとうとう和製トマホークの開発を終えたみたいだよ。隣国からの圧力が強まってるからな。日本独自の防衛兵器の開発も必要だよな。それじゃあその和製トマホークってやつが完成したってことなんだな。この和製トマホークの完成で隣国から舐められることもなくなるだろうか？今現在の日本を取り巻く環境を見てみると、中国からの軍事的な圧力が日増しに高まっていってるだろ。そうだよな。いつ何かの小さなきっかけで有事に発展するかわからない状態だよな。ほんとだよ。尖閣諸島や南西諸島なんかは日本が我慢しているから、まだ大事にはなってないだけだもんね。尖閣諸島周辺には中国海警局の艦艇群が領海侵犯を繰り返していて、既成事実を作ってしまえばこっちのもんだとばかりに横暴な侵犯行為を繰り返している。ここまでやられても、日本が専守防衛を掲げてる以上、中国の横暴な行為はもちろん、竹島を不法に占拠する韓国に対しても、軍事的な圧力をかけて強制排除することもできず、北朝鮮からは頻繁に日本海にミサイルを撃ち込まれてる。なんとかこの状況を打破するべく、日本が考えている圧力がこの和製トマホークの開発と言われてるんだ。この兵器の開発で隣国との関係性が少しでも改善されればいいんだがな。それじゃあ今回は、この和製トマホークの完成により隣国との関係性は変わるのか？それとこの兵器の性能を見ていこうか。それじゃあ行ってみよう。2020年12月に、防衛省が陸上自衛隊の国産地上発射型ミサイル、12式地対艦誘導弾の改良に入ることを明言したんだよ。この改良によって、いい幅に射程が伸びて、敵の射程圏外から、艦艇などを攻撃することができるようになるみたいなんだ。もしも有事が起きた場合、相手国内にある基地に先制攻撃を仕掛けることもできるようなんだよ。でも日本は、先制攻撃はできないんだよな。ここ最近、基地攻撃能力を持つべきか、持たざるべきかの議論が政治の舞台では上がっているんだ。基地を攻撃することは専守防衛に違反することになるんじゃないか、という反対意見も多く出てきてるようなんだ。まだそんなこと言ってる人たちがいるんだね。基地攻撃能力といっても日本から一方的に先制攻撃するってことじゃないんだよね。そうだよね。ここで言う敵基地攻撃能力は、日本の領土や日本国民が危機にさらされたって時に攻撃されてから反撃ではなく、敵の攻撃を防ぐために敵の基地を攻撃し、未然に防ぐという意味だと思うんだけどね。まあ一部だが、隣国寄りの人たちもいるからな。反対してる人たちはその辺の人たちなんだろ。それじゃあここからは、12式地対艦誘導弾について見ていこうか。12式地対艦誘導弾は、地上の移動式発射台から発射することを前提に設計されていて、海上に航行している敵の艦艇などに攻撃をするために、2012年に陸上自衛隊により採用されたんだ。現行の射程距離は最長で200キロとなっていて、日本国内では陸上自衛隊駐屯地などに配備されてるんだ。この最大射程200キロをさらに伸ばしていこうということなんだな。うん、2020年に12式地対艦誘導弾の射程距離をさらに伸ばすことになり、日本政府は2021年度の予算案に開発費として335億円を計上したそうなんだ。335億円、すごいね。どうだろう？ミサイル開発費としては安い方だと思うよ。金額だけ聞くとびっくりするけどね。目標としている射程は公表されてないんだけど一部関係者の話では、900キロから1500キロが目標だそうだよ。すでに2021年から試作が開始されていて、射程を伸ばすだけの改良だけじゃなく、移動する目標を狙えるように衛星経由のミサイル誘導機能や、敵のレーダーに探知されにくくするステルス性能も搭載するらしくて、短距離でも長距離でも万能に使えるミサイルの開発を目指してるんだ。やっぱりこのミサイル開発は、中国の海洋侵犯への防衛策なのか？もちろんそれもあるだろうけど、隣国を見てみると大半の国は自国にミサイルを配備してるよね。日本をいつでも攻撃できる体制はできてるってことだ。北朝鮮は、中距離弾道ミサイルなど日本を射程内に収める弾道ミサイルを、多数保有していると言われている。ここ数年で開発を進めている潜水艦発射弾道ミサイルは、日本全域を射程圏内に収めているそうなんだ。さらに超音速ミサイルの開発も進められていて、2022年に入って何度も発射実験を繰り返している。もうほぼ完成しているということなんだろうね。そうだよ。
中国だけじゃないじゃん。一番イカれた国がいたんだよ。本当に何考えてるかわかんない国だから、いつ日本本土にミサイル撃ってくるかわかんないもんね。そして中国だね。アメリカの調査によると、2019年の時点で射程500から5500キロの地上発射型ミサイルを、1000発以上保有していて、その中には空母キラーと呼ばれる中距離弾道ミサイル、東風26が多く含まれてるんだよ。北朝鮮、中国のミサイルのことを考えると当然日本は攻撃されないように、敵側よりも強力で高性能なミサイルを保持するべきだよな。そうだね、日本だけが兵器を持つことを批判される時代はもう終わったと思うよ。実際に政府与党内でも射程の長いミサイルを日本も持つべきだという意見が多く出ているんだ。専守防衛を掲げてるからもちろん先制攻撃は仕掛けないし侵略行為もしない。しかし日本国土を攻撃するならばこちらも徹底的に戦うという姿勢は持つべきだと思うんだよね。防衛省もミサイルの長射程化は前向きに検討しているようで、航空自衛隊 F-15 戦闘機に外国製の長距離ミサイルを搭載可能とする改修に向けて、動いていて現在アメリカと協議を進めているそうなんだ。でも、コスト面が莫大になるみたいで実施は大幅に遅れてるんだ。なんだよ、防衛のためなんだから多少のコストは目をつぶれよな。だからこそ、国産の地対空ミサイルなんだよ。アメリカの言いなりでお金を莫大に取られることもなく、短期間で低コストで搭載できる国産の長距離ミサイルの開発が急がれてるんだ。どの国も兵器開発を進めていて、いつでも有事に備えてる状況だもんね。どの国よりも優れた兵器を開発することが抑止力になってるのは間違いないよね。うん、その通りで日本が想定通りの位置に意識地対艦誘導弾を開発できれば、相手国領土にあるミサイル発射基地や滑走路などを攻撃することができる。自民党のある閣僚経験者は、日本は基地攻撃能力を持っている。とあえて宣言する必要はない。その気になればいつでも相手基地を攻撃できる能力を周りに知らしめることで高い牽制力になる、と語っているんだ。まさに正論だと思うぜ。どこかの国みたいに軍事力をひけらかすようなことはしなくても、そっちがその気ならこっちも、って姿勢が大事ってことだよな。今のような状況下で日本は核兵器も持たず、ミサイルも持たずでは隣国が簡単に侵攻してきて、あっという間に日本はなくなるだろうからね。そんなことが起きてからでは遅いよね。もしどこかの国が日本に攻めてきたら、という状況を、常に想定して構えておく必要があるよね。アメリカが守ってくれるんじゃ？と思ってる人も未だにいるみたいだけど、アフガニスタン撤退のことを見てわかるように、アメリカは正直、自国の利益しか考えていない。最初は日本を守ろうとしても、戦いが不利になったり自国のためにならないと思えば、簡単に手を引くということも考えておかないといけないよね。日本の防衛費は2020年度では国民一人当たり4万円と言われているんだ。これが高いと思うかい？同じ基準で他国と比べてみるとアメリカは一人当たり22万円、オーストラリア、韓国でも一人当たり12万円。これを見てもわかるように日本の防衛費は他国と比べても圧倒的に安いんだよね。でもよ、中国や韓国から日本は軍事国家化しつつあるとたびたび批判を受けるよな。国民一人当たりの軍事費を見ればこの批判は完全に的外れだな。日本が少ない予算でも持ち前の技術力で、高性能な兵器を開発するのが気に食わないんでしょ。単純に日本が強くなるのは困るってことなんだろうね。今回紹介した人に意識地対艦誘導弾を中国本土まで到達できるように改良し、南西諸島や九州あたりに多数配備することで、たとえ核兵器を保有してなくてもかなりの抑止力にはなるんじゃないかな。平和な日本を守るために、自衛隊も兵器開発も必要なことなんだ。それでも、反対する人たちは逆に中国や北朝鮮から、武器や自衛隊なしに国土や国民を守るのか聞いてみたいよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録、よろしくね。それじゃあ雑学の時間だね。今日も勉強させてもらうよ。女性の勘が鋭くて当たりやすいって思ったことない？あ、あるぜ。なぜ女性の勘が鋭くて当たりやすいかって説明するね。女性は一般的に男性と比べて勘が鋭いってよく言われるよね。男性は女性に浮気をされていても気づかないことが多いけど、女性は勘で男性の浮気や不倫を見抜くこともあるんだよ。なぜ女性の勘が男性と比べて優れているのか考えたことはある？それは男性と女性の嘘をついた時の行動の違いによるものだそうなんだ。男性は嘘をつく時に相手から目をそらす傾向があるようなんだ。男性の場合は、嘘をついていることがバレてしまうのではというプレッシャーや罪悪感に耐えきれず、つい目線をそらしてしまうんじゃないかな。
しかし女性の場合はその無略で、相手の目をしっかりと見て話すそうなんだ。心理面では女性も男性と同じ状態になっているんだけど、嘘をついているという不安のあまり、相手から目が離せなくなっているからなんだ。大丈夫かな？バレてないかな？と相手のことを観察してしまい、つい相手に目線が行ってしまうんだ。このように、男性と女性とでは嘘をつく時の行動が違うため、一般的に男性の嘘の方がバレやすいと言われているそうなんだ。一般的には女性の方が勘が鋭く、男性の浮気をすぐに見破ってしまうと言われてるんだ。これは女性が男性に比べて、観察力が優れているからだと考えられているんだ。女性には男性の4倍の観察力があるという見解もあるそうだよ。女性の脳は、右脳と左脳をつなぐ能量が太いため、見たり聞いたりした情報を右脳と左脳を同時に使って処理できると考えられている。左脳は物事を推理する能力や、相手の話の辻褄が合っているか考える論理力、時間や数値の計算力などに長けている。一方、右脳は色や形の見分け、記憶力、直感力に長けているので、過去の場面との食い違いや、なんとなく様子がおかしい、といったことを見つけることにつながる。女性はこれらの両方の面を同時に働かせることができるため、観察力が優れているのかもしれないね。以上、今日の雑学でした。最後まで見てくれてありがとう。ありがとう。F-35 ライトニング2は、米国のロッキード・マーティン社が開発生産している第5世代ステルス戦闘機だね。米国は戦闘機の開発において頂点に君臨していると言っても過言じゃないもんね。全世界で1000機以上の導入が見込まれているからな。ちなみに西側のベストセラー戦闘機としては、第3世代戦闘機で F-4 ファントム、第4世代戦闘機は F-16 ファイティングファルコンで、第5世代戦闘機としては、この F-35 ライトニング2がベストセラー戦闘機になるであろうことは確実だね。ということで今回は、そんな F-35 ライトニング2の量産が全世界で本格化していることについて解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。F-35 ライトニング2だけど、ロッキード・マーティン社より2021年度の総生産数が発表されたよ。2021年度の生産数は世界で142機となっていて、この中には、航空自衛隊向けの F-35A も6機入っており、ステルス戦闘機としては初の大量生産体制が敷かれた戦闘機でもあるんだ。日本は2021年までに A 型通常離着陸型を47機、B 型短距離離陸垂直着陸型を8機調達するための予算を執行しており、2012年より開始した調達予算の執行だけど、2021年までの9年間で A 型及び B 型の両タイプ合わせて、1兆2000億円近くの調達予算が計上されているよ。そして、日本は現状では全部で147機 A 型105機、B 型42機を調達する予定となっており、F4EJ 改善機退役と F15JDJ の初期型をすべて F35 に入れ替える予定みたい。このように F35 ライトニング2は、現在、米国の同盟国や友好国で導入が進められているんだけど、おととしの2020年度は世界的なコロナウイルス感染拡大の影響で工場の稼働率が低下し、F-35 の生産数の鈍化が指摘されていたけど、2021年度は工場の稼働率も上昇し、生産数が拡大してきているよ。F-35 ライトニング2を生産する工場は、現在のところは、米国テキサス州にあるフォートワークスにある工場、イタリアのカーメリにある工場、日本の愛知県西春日郡富山町になる工場の3カ所となっており、これらの工場は FACO 最終組み立て検査施設と呼ばれているんだ。日本にある FACO は、三菱重工名古屋航空宇宙システム製作所の小牧南工場が指定されており、この工場では2015年12月より F-35A ライトニング2の生産工場として稼働を開始し、航空自衛隊向けの A 型機体の製造を担当しているよ。小牧南工場では、ノースロップグラマン社とロッキードマーティン社、BAE システムズ社の各社で生産して送られてきた機体各部の部品から機体本体を組み上げて、日本の IHI 社でライセンス生産した機関部ジェットエンジンを取り付けることにより、F-35 を製造しているってわけ。
小牧南工場では、部品の製造は行っておらず、世界各地の工場で製造された部品や機器を組み上げることにより機体を製造するため、FACO 最終組み立て検査と呼ばれているぜ。そして、この小牧南工場の年間製造可能数は6機となっており、この6機という機数は、防衛省が予算化している年間調達機数から来ているな。そして、その小牧南工場へ納入するジェットエンジンをライセンス生産している IHI 社だけど、同社は相馬及び呉島にある同社工場で部品の製造を行い、東京の瑞穂工場にてジェットエンジンの最終組み立てを行っているよ。IHI 社は、F-15J イーグルのジェットエンジンもライセンス生産した実績があり、次期戦闘機として開発中の次世代第6世代戦闘機のジェットエンジンの設計開発も担当している、日本最大のジェットエンジン製造メーカーだね。この IHI 社が F-35 用のエンジンの生産と今後の定期的なメンテナンスの対応を行うものと思われるんだ。このように日本の FACO 小牧南工場は、年間生産数が6機となっており、2021年も計画通りに6機の F-35A ライトニング2の最終組み立て及び検査を完了させているよ。ここから判明することとして、2021年の F-35 の全世界での生産数は142機だから、残り136機の生産は、米国とイタリアの2カ所で行われたということであり、他に工場の生産数は日本とは桁違いの規模であることに驚かされるよね。この F-35 の導入を2020年までに進めている国としては、米国、日本、韓国、シンガポール、英国、イタリア、ノルウェー、オランダ、ベルギー、デンマーク、ポーランド、イスラエルなどがあり、これらの国の機体を2021年に生産していたことになるぜ。このように多くの国で導入が進んでいる F-35 だけど、2021年にも導入を決定した国は増え続けているみたい。2021年は、スイスが通常離着陸型 A 型を36機、フィンランドが同型機を64機、導入決定しているからね。他に検討中の国としては、カナダ、ギリシャ、スペインなどがあり、特にカナダについては、88機の導入を検討しており、F-35 の大口導入国となる可能性があるんだ。カナダは、現在、FA-18 スーパーホーネットとグリペン E と比較検討をしており、2022年中に最終判断がなされる予定となっているよ。そして、このカナダ以上に F-35 の導入を検討していた国があるんだ。カナダ以上、すごい大口の導入だね。それってどこの国なの？それはトルコだね。トルコは F-35 の A 型を100機以上導入する計画を持っており、機体の部品製造まで手掛けていたんだ。しかし、トルコは米国の反対を押し切りロシアから S-400 地対空ミサイルの導入を強行したため、F-35 の導入計画は2018年に米国が凍結している状況だね。そうなんだ。アメリカを差し置いてロシアを選んだんだね。トルコは2008年よりトルコの首都アンカラにあるトルコ航空宇宙産業 TAI にて、F-35 の機体部品の製造を手掛けているよ。そして、機密事項の塊であるステルス戦闘機の部品製造を行う国が、仮想敵国であるロシアの兵器を導入することとなったことから、米国内で機密情報の流出が強く懸念される事態となり、米国はトルコに対して、ロシアから S-400 地対空ミサイルの導入を行うことに強く反対したってわけ。しかし、その反対を押し切り S-400 をトルコが導入したことで、2019年7月には、F-35 の引き渡し中止とトルコへの部品製造委託も中止される事態となっているんだ。米国内ではトルコへの制裁には反対意見も多くあったぜ。それは、トルコ航空宇宙産業 TAI の工場で生産している F-35 の部品総数は900点余りにも及ぶ多岐にわたるもので、これを代替するには時間を要することもあり、量産体制にある F-35 の生産に大きく影響を及ぼす懸念があったからだな。しかし、米国としてはトルコがロシアへ接近することは絶対に容認できない事態であり、これまでトルコを支援してきた米国としては、トルコの裏切りとも取れる行動に対して何の対応も講じないことはあり得ず、最終的には制裁を実施することとしたってわけ。近年、米国とも友好関係のあったトルコ、ロシア製兵器を多く導入してきたインドなどの新興国家は、元来、米国派かロシア派かの二択であった選択肢のほか、第三の独自の選択肢を行使することも増えており、これまでの米国圧倒的優位な世界情勢に変化の兆しもあるみたい。こうした F-35 の導入を検討している各国の不確定な動きは、中東最大の国家であるアラブ首長国連邦も同様であり、
2017年頃、アラブ首長国連邦は F-35 の導入を前向きに検討していたんだ。これは、同国が長年敵対関係にあったイスラエルとの国交樹立を宣言し、イスラエルと友好関係にあった米国との関係も改善方向に向かったため、2021年1月に F-35A を50機導入する方向で、トランプ政権下の米国とアラブ首長国連邦間で契約の締結がなされたってわけ。しかし、トランプ政権からバイデン政権へと政権交代がなされた後、バイデン政権はアラブ首長国連邦が行ったリビアやイエメンへの爆撃を理由として、2021年12月には F-35A の同国への輸出は中断されるに至っているよ。このように F-35 の導入を希望しながら、米国の意向で導入がなされていない国は他にもあり、それは日本の隣国である台湾もまたしかりだね。台湾は、経済的にも軍事的にも強大化し、領土的な野心を隠そうともしない中国とは対立関係にあり、この中国に対抗するために高性能な第5世代戦闘機である F-35 ライトニング2の導入を米国に強く希望していたんだ。しかし米国は、中国を強く刺激することに対しては及び腰であり、特に台湾への最新鋭戦闘機の輸出は、中国が過剰な反応を示して不測の事態に発展する可能性や、台湾の親中派による中国への F-35 のデータに関する情報流出の危険性もあることから、米国は台湾への F-35 の輸出を拒否し、第 4.5 世代戦闘機である F-16 ファイティングファルコンの最新型の輸出に止める対応をしているよ。考えなしに輸出するわけにもいかないもんね。いろいろ難しいな。米国は対中国に対する対決姿勢を鮮明にしており、米海軍を中心として対中国を念頭に置いた戦力整備計画を進めているからね。しかし、現状、米国内では中国は台湾への武力侵攻を成功させるほどの戦力を有してはいないという判断が大勢を占めており、それが、F-35 の輸出を承認しない一因でもあるようなんだ。それでも米国政府としては、中国の巨大化に大きな危機感は持っているため、今まで輸出を躊躇していた第 4.5 世代戦闘機については輸出承認を行っており、これまで F-16 の初期生産型を輸出していたのが、今回、最新型の輸出を決定したことからも米国政府の中国に対する警戒感が現れていると言えるんじゃないかな。このように台湾軍の質的優位を確保するために米国は中国を刺激しないよう慎重に兵器の輸出を行っているけど、もし、米国が台湾 F-35 などの最新鋭戦闘機を輸出することになれば、それは、中台間の緊張が非常に高まってしまった状況であるということになるね。そうなれば、日本への影響も無視できず、台湾の現有戦力の増強は日本としては歓迎できるものの、F-35 が台湾へ輸出されるほどの状況というのは、日本として歓迎はできないものであると思われるよ。このように世界的ベストセラー機となる要素が多くある F-35 ライトニング2だけど、米国と各国の思惑が複雑に絡み合い、一筋縄ではいかない状況も多く発生しているってわけ。日本も F-35 ライトニング2の大量保有ユーザーだけど、かつて F-22 ラプターを導入しようとして失敗した失態を繰り返さないためにも情報管理保持の徹底と対中国及び対ロシア、対朝鮮を念頭に置いた十分な防衛体制の構築と平和維持に努めていただきたいものだね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。現在、日本主導で開発が進む次期戦闘機開発計画については、軍事マニアの間では外せない話題だよね。2035年の配備開始をめどに F2 戦闘機の後継機、F3 の開発が進んでいるね。かつて、日本の戦闘機開発で最もネックとなっていたのは、ジェットエンジンの開発だったが、今では IHI 社が牽引して開発に尽力しているみたいだぜ。期待するなっていうのが無理な話だよね。さて今回はそんな日本独自の最高技術の粋を集めたジェットエンジンについて解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。日本が初めて開発した戦闘機は、F-1 支援戦闘機戦闘攻撃機だけど、これには、英国ロールスロイス社製のジェットエンジンが搭載されていたんだ。その後、F-2 戦闘機の開発計画においても日本独自のジェットエンジン開発は、当時の技術では成し得ることができず、米国にジェットエンジンの提供を依頼することになったよ。しかし、当時の日米貿易摩擦の影響もあり、米国は日本へのジェットエンジンのみの提供を拒否して、結局は、日米で米国が圧倒的に有利な、屈辱的な内容の開発契約を結ぶことになったってわけ。このように戦闘機開発において、
ジェットエンジンを独自開発できる技術があるのかどうかが、その国が戦闘機を独自開発する立ち位置にあるのかの決め手となるんだよね。そして、今までの日本は、残念ながら戦闘機を独自開発する立ち位置にはなかったんだ。そのような状況の中、F2 戦闘機の後継機 F3 の検討が2010年頃より始まり、防衛省は IHI 社に2010年に5カ年計画で次世代エンジン主要構成要素の研究を委託したよ。さらに2013年以降、戦闘機エンジン要素の研究、戦闘機用エンジンシステムに関する研究を順次開発委託していき、2018年6月には、XF91 と呼ばれるプロトタイプエンジンが、IHI から防衛省防衛装備庁航空装備研究所へ納入されることになったね。ちなみに、この XF9 が開発されるまでに前身となるエンジンが存在していて、それは、XF5 と呼ばれるエンジンで、このエンジンも防衛省当時防衛庁が IHI 社2995年度から、開発契約を結んで開発を進めたエンジンであり、1995年は F2 戦闘機当時は支援戦闘機の初飛行の年でもあるぜ。防衛省としても F2 戦闘機の屈辱的な契約内容には忸怩たる思いがあったようで、F2 戦闘機を開発している最中にありながらも、すでに F2 戦闘機の後継機開発に向けた動きを進めていたようだな。このように XF9 は1995年から開発を進めていたエンジンの集大成といえ、開発開始からプロトタイプの納入まで23年越しの成果物でもあるんだ。この XF9 は、F15 戦闘機に搭載されている、米国プラット&ホイットニー社製 F100 エンジンと同等のサイズであり、性能確認試験において、アフターバーナー作動時には15トン以上の推力を発揮し、アフターバーナー未使用時でも11トン以上の推力を確保しているよ。これにより、XF9 の開発要求は達成したことが確認され、そして、この XF9 の開発コンセプトは、ハイパワースリムエンジンと呼ばれるものだね。このコンセプトは、開発中の第6世代である次期戦闘機は、ステルス性能を高めるために大量のミサイルを機体内部のウェポンベイ爆弾蔵に収納する必要があり、機体内部の容積がウェポンベイにより逼迫することになるんだけど、そのため、機体内部に占めるエンジンの容積を小さくするために大出力でありながらも小型のエンジンが必要となったってわけ。次期戦闘機の仕様については、すでに公表されているデジタルモックアップ 3D データを活用して、実物大の試作品を制作せずともデザイン検証や評価を行える技術等を確認する限り、大型の総発戦闘機となっているね。そのため、現状の XF9 をさらに高性能化する必要があり、具体的には、より小型でありながらも高出力化を推し進め、さらに最新のアビオニクスを搭載し、高出力レーダーも装備するために大容量の発電力、運用コストを削減するための低燃費化も求められているよ。次期戦闘機の開発体制については、開発主体は三菱重工業が担当し、XF9 を開発した IHI、T4 練習機や P1 哨戒機などを開発した川崎重工業、陸自の次期多用途ヘリコプターも開発しているスバルが機体開発に協力するんだ。レーダー類や電子機器の開発は、三菱電機や東芝、富士通、NEC などの国内大手電機メーカーが参画するようだな。日本の名だたる企業が一致団結しているんだね。スポーツでいうところの日本代表ってわけだ。そして、開発をより円滑に進めるために海外企業とも提携を進めることとなり、F-22 や F-35 などの最新鋭ステルス戦闘機を開発した、米国のロッキード・マーティン社が選定されているよ。ただし、このロッキード・マーティン社には日本はかなりの因縁を持っているんだよね。過去、田中元総理大臣が辞任する原因となったロッキード事件を起こした企業だし、ロッキード・マーティン社製 F-16 戦闘機をベースとした F-2 戦闘機の開発で、日本に不平等契約を結ばせ、日本が手出しできないブラックボックスだらけの F-2 戦闘機を作り上げた因縁深い企業なんだ。この F-2 戦闘機の開発には、日本は巨額の予算を計上したんだけど、契約で、日本が得た技術は米国に全て開示する義務が課せられた反面、米国の技術開示は極一部に止まったんだよね。巨額の欠税を投入して得られた技術は、特に根幹に関わる技術で得られたものは皆無に等しいものだったみたい。そのため、今回の次期戦闘機開発でも技術提携するのがロッキード・マーティン社となったことには、不安の声も多く聞こえているんだけど、当然、そんなことは当事者であった防衛省も痛いほどわかっているはずだよ。今回の次期戦闘機開発では、ロッキード・マーティン社だけではなく、
米国以外の国の企業にも共同開発に向けた調整を進めているんだ。そして、現在、ロッキード・マーティン社以外で最も協力関係を築けているのが、英国のロールス・ロイス社と BAE システム社だね。英国でも日本と同時期にテンペストと呼ばれる第6世代戦闘機の開発計画を進めており、同じく第6世代戦闘機を開発する日本とは、時期も似通っており協力関係を結びやすい状況にあるってわけ。そして、BAE システム社とは、レーダーやアビオニクス関連での共同開発を進め、ロールス・ロイス社とは、エンジン開発において共同開発を進めていくことが、2021年の G7 首脳会議内で会談した菅前総理と英国ジョンソン首相との間で言及があり、現在最終調整が進んでいるよ。エンジン開発において共同開発を行う予定の英国ロールス・ロイス社は、日本では高級車のメーカーとしての側面の方が有名ではあるが、世界有数のジェットエンジンの開発製造メーカーでもあるぜ。そして、日本政府はこのロールス・ロイス社との共同開発は、技術支援を主軸としたものではなく、日英で共同開発したエンジンを海外へ輸出することで、エンジンコストの削減を狙っているのではないかとの憶測も流れているな。エンジン開発において世界的には後進国である日本製のネームバリューでは、他国でのセールスは難しいものがあるため、ロールス・ロイス社の知名度を活かして、世界へ販路を広げようというんだろうね。そうすれば、エンジンの生産数が増加するために導入コストは低減するし、保守部品の確保も容易になり、整備コストも削減できるから。財政が厳しい日本において、高性能でも高価な戦闘機は数を揃えられないもんね。だからこそ、少しでもコストダウンを図りながら、高性能でありながらも、コストパフォーマンスの優れた戦闘機を開発しなければならないってわけ。このように日本において次期戦闘機のエンジン開発は、比較的順調に進んでいるけど、それに対して中国の軍事メディアが記事にしていたみたい。中国はジェットエンジンの開発には成功しているが、中国国産の第5世代戦闘機である J20 戦闘機の配備を進めていく上で、この搭載するエンジンの不調に悩まされているようだぜ。もともと、旧ソ連製のエンジンをベースに開発を進めていたが、日米欧が開発するエンジンの水準には達していないようだしな。そのような中で、中国の軍事メディアは、日本が開発する XF9 の開発が順調で、アフターバーナー使用時の最大水力が15トンに達し、燃焼機の出口温度が1800度に達する高温にもかかわらず、それに耐えられることに注目しているよ。そして、XF9 は米国の F22 ラプターに搭載されているエンジンである、世界最高性能の F119 エンジンにも匹敵するエンジンであるとしており、日本製エンジンの優位性を報じているようだね。しかし、これは、中国のエンジン開発が遅れていることを周知することで、より中国がエンジン開発に注力すべきであるという意見表明でもあるのかも。ただし、中国では2018年頃には第5世代戦闘機に搭載可能な性能のエンジン開発は完了のめどが立ったようだし、中国製エンジンを搭載した J20 を2021年までには150機、2025年までには200機を配備すると言われているよ。このような中国の第5世代戦闘機の配備状況に対して、航空自衛隊の第5世代戦闘機は、F-35A を105機1機墜落により損失、艦載機型の F-35B を42機購入する計画となっており、合計で墜落した1機を除けば146機、第5世代戦闘機のようで、日本は中国に対して劣勢となるんだ。そこで、日本は質で対抗するために第6世代戦闘機の開発、及び配備を早急に進めなければならない状況ってわけ。なお、現在世界で進む第6世代戦闘機の開発計画は、英国のテンペスト、フランス、ドイツ、スペインの3カ国が共同開発する FCAS フューチャーコンバットエアシステム将来戦闘航空システム、日本の次期戦闘機であり、それぞれ実現の可能性は高いものとされているぜ。そのような状況の中、中国は有人機による第6世代戦闘機開発は早々に諦め、無人機開発に注力していくとされているな。中国では、第5世代戦闘機である J20 に搭載するエンジンの開発には成功したものの、第6世代戦闘機に搭載可能なエンジンの開発には至っていないみたい。そのような中、中国ではドローンや AI 技術の進展が著しく、それによって有人機開発から無人機開発に舵を切ったのかもしれないね。今後、有人機開発、無人機開発と次世代戦闘機開発には多くのアプローチを各国が成していくと思われるけど、
そのどれが第6世代戦闘機の主流となるのか、注目していく必要があるだろうね。そして、日本が開発する次期戦闘機が、次世代の主流となりうるのか、日本の将来がかかる重要なプロジェクトと言えるよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。日本が立地する極東アジアは、世界有数の軍事力を有する国々が対立関係にある世界的にも毛打ち域だよね。日本にとっての主な対立国は中国と韓国になるのかな。北朝鮮も外せないよな。何にせよ、総じて過激なスタイルは否めないぜ。だからこそ、日本も比例して軍備を整える必要が出てきちゃうもんね。本当にそうだよね。さて今回は上述した部分を踏まえて、日本の最新鋭護衛艦最上型多機能護衛艦について解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。軍事力ランキング2019年度版では、中国3位、日本6位、韓国7位、北朝鮮18位、台湾22位5カ国は、世界的にも上位に位置しており、中国と北朝鮮は強大な軍事力と核保有によって、周辺国 A に対して威圧を強めている状態だよね。直接的な脅威の少ない西欧諸国は軍縮を進め、軍の弱体化が進行しているけど、極東アジアは主要西側諸国とは異なり軍拡が広がっているんだ。そのような中、中国からの圧力が日増しに強まり、中国海軍に比して数的劣勢を強いられる海上自衛隊は、質的な優位性を確保するべく、沿岸防衛を担う地方隊に所属する旧型護衛艦の後継艦として、新型護衛艦の大量建造に踏み切ったよ。それが、最上型多機能護衛艦 FFM だね。最上型護衛艦は、近年の米海軍での軍艦開発の失敗を教訓として活かし、海上自衛隊の課題人員不足予算不足にも対応すべく開発された護衛艦となっているよ。米軍において、低コストかつ多目的に運用可能な軍艦として、LCS 沿海域戦闘艦が開発されたんだけど、LCS はフリーダム級とインディペンデンス級の2種が建造され、この艦は、多種多様な任務を遂行できるように複数の装備をモジュール化総海装備対水上戦装備対潜水艦船装備し、任務に応じてモジュールを付け替えることで、5つの艦で様々な任務に対応しようとしたんだ。これが成功すれば、総海艦などの専用艦を廃止することでコスト削減につながり、5つの艦種で多様な任務を遂行することが可能となることで、戦力の柔軟な運用が可能となるはずだぜ。この LCS の運用思想は、中小国規模の遥かに格下の軍隊に対応する場合やテロリスト相手の不正規戦闘など、低強度紛争への対応を主眼としたものだったけど、2010年代以降、実際には、ロシア軍の復権、中国軍の台頭により、正規軍同士の高強度紛争への対応力が問われることとなり、満載排水量が3000トン前後の小型で貧弱な武装した持たない LCS は、実戦では使い物にならない代物となってしまったんだよね。さらに LCS の肝であるモジュール化した装備の付け替えについても開発費用の高騰、モジュール装備の付け替えの困難さ設備の整った港でしか付け替えができないなどにより、実運用に耐えられるものではなく、2014年2月に LCS 建造計画は中止となったんだ。日本においては、最上型護衛艦の建造計画当初は、米国の LCS のような艦を検討していたけど、米国の失敗を目の当たりにして仕様を変更していて、米国の LCS ほどには冒険をした設計をせず、堅実な内容の設計としたんだ。しかし、堅実であるとは言っても日本が誇る護衛艦建造技術の域が集められて設計された艦だから、世界でも最先端の戦闘艦となっているよ。日本の技術力って本当に誇らしいよね。最上型護衛艦は、海上自衛隊にて運用されている DE。近海及び沿海域での防衛警備を担当する小型護衛艦アブクマ型護衛艦6隻の後継として、基準排水量3000トンクラスの護衛艦として計画がスタートしており、既存の DE よりも多様な任務に対応可能なようにコンパクトでありながらも、従来の護衛艦にはなかった多機能性に重きを置かれており、これまで使用していた艦式号の D イコールデストロイヤー駆逐艦対戦対空対水上戦闘が可能な、中型から大型戦闘艦を艦せず、新たに FFM という F イコールフライゲートイコールフリゲート艦対戦防空能力を有する、揚陸部隊や小船弾頭の護衛を任務とする中型から小型戦闘艦を艦する、今までにない新しい護衛艦として誕生したんだ。最上型護衛艦は、平成30年度中期防衛力整備計画31中期防に2隻の建造が承認され、それ以後毎年2隻ずつ建造されていき、予定では、
地方隊に所属するアブクマ型護衛艦及び朝霧型護衛艦を全て代替するために22隻の建造を予定しているよ。そして、一番艦のタイプシップもがみは、三菱重工業長崎造船所において、2022年3月に偽装が終了して収益する予定となっているみたい。この F を関する艦式号が付与された護衛艦を海上自衛隊が保有するのは、戦後米海軍から貸与されたタコマ級フリゲート艦を元として運用された、クス型護衛艦が除籍された1972年3月以来、50年ぶりの出来事となるぜ。この最上型護衛艦は、基準排水量3900トン満載排水量5500トン、全長 133.0 メートル、全幅 16.3 メートルと比較的コンパクトな艦体となっており、燃費効率の高い CODAG 方式による機関を採用して最大出力7万馬力を有し、最大速力は30ノットとなっているよ。建造費については、1隻あたり約460億円で、通常の護衛艦の建造費の3分の2となっているんだ。日本は技術力は確かなものだけど、その分コストがかかっちゃうのがネックだからね。その辺を課題として取り組んでいけば、文句なしで世界トップクラスになるよ。比較として、最新の汎用護衛艦である朝日型護衛艦2018年収益のスペックとしては、基準排水量5100トン満載排水量6800トン、全長151メートル、全幅 18.3 メートル、となっており、一回り以上小型の艦隊となっているね。建造費用も701億円であり、最上型は朝日型の約 66% の費用で建造されたことになるんだ。なお、1988年に収益した朝霧型汎用護衛艦の満載排水量は4900トンであり、現在建造が進む FFM 最上型護衛艦よりも汎用護衛艦でありながら小型な艦隊となっていたんだ。これは、現有の汎用護衛艦は高性能な機器や武装を多数装備することを可能とするために大型化してしまったことが要因であり、汎用護衛艦の大型化によるコスト高が新たに FFM という艦種を生み出した要因の一つでもあるよ。最上型護衛艦の外観上の特徴としては、ステルスマストが採用されていることであり、これはメインマストとマストに設置する機器をカバーで覆うことでステルス性を高めたもので、2000年代より諸外国の戦闘艦で採用が進んでいるんだ。ミリタリーファンからは、ステルスマスト採用艦はどれも似たような艦形となっており、艦ごとの個性が乏しくなっているとの意見が聞こえ、その受けは良くないようだな。最上型護衛艦は、この他にもステルス性を高めるために、艦体全体のレーダー反射面積 RCS の低減を意図したデザインを多く採用しており、主艦体と上部構造物には傾斜が付けられており、前甲板から飛行甲板下の5端までナックルラインとなっているね。また、上甲板における装備の配置は、これまでの護衛艦からは大きく異なっており、これまでは前甲板に設置されていた糖尿病関連の機器や偽装は艦内配置とされた他に、上部構造物を両舷いっぱいに張り出すようにデザインされており、両舷に設置されていた上甲板の露天通路が艦内設置となっているよ。搭載兵装としては、62口径5インチ速射砲1門、RWS 遠隔操作式無人重火式 12.7mm 機関12機、シーラム近接防御火器1機、人7式 SSM 艦隊艦誘導弾4連装発射筒2機、324mm 3連装単魚雷発射艦2機となっており、後日装備予定として、マーク、41VLS16 セルを1機搭載が予定されているみたい。VLS が後日装備扱いとなったのは、建造時には搭載予定の国産の新型アスロックが完成していなかったため、新型アスロックが完成次第、VLS を装備することとしたんだ。また、朝日型護衛艦より採用された、複数の艦で共同して潜水艦を探知する機能であるバイスタティックオペレーションが可能となっており、従来探知が困難であったステルス性を有する潜水艦についても、その探知能力を飛躍的に向上させているぜ。艦載機としては、SH-60 軽哨戒ヘリが1機搭載可能となっており、対水上対潜水艦戦闘に主眼を置きつつ、対空戦闘能力は艦載砲及び近接防御火器に依存した限定的なものになっているよ。対空戦闘能力が最小限となっているのは、同艦は日本沿岸部の防衛及び警備で使用することを想定した艦であるため、敵航空戦力の迎撃については、航空自衛隊の防空能力に任せた方が理にかなっているということであると思われるね。そして、他の護衛艦にはない最上型独自の特徴として、対機雷戦能力を有していることなんだ。そのため、現在海上自衛隊が進めている、
掃海部隊の削減によって生じた対機雷戦能力の低下を最上型護衛艦にて保管することを目指したものだね。最上型が有する対機雷戦装備は、対機雷戦ソナーシステムの99911が搭載され、機雷の排除には、無人機雷排除システム水上無人機 USV と機雷捜索用の無人機 UUV、栄光型掃海部を使用することとなっており、安全かつ確実に機雷を排除できるよう最新の装備が搭載されることになっているよ。また、この機雷捜索用の無人機 UUV は、自立型水中高層式機雷探知機 OZZ5 が採用されており、制御は自立駆動となっており、これまでよりも広範囲の捜索が可能になっているほか、サイドスキャンソナーとして高周波低周波合成開口ソナーを採用しており、これによって高周波にて小型ステルス化した機雷を探知し、低周波では泥質海底に埋没した機雷を高精度で探知できるようになっているんだって。このほか、情報統合システム C4ISR として、艦船運航システム、艦船維持管理システム、艦内外通信システム、指揮統制システム、各種武器システムなどをオープンアーキテクチャ OA 化して、それを標準化されたネットワークシステムへ組み込む形でシステム構成がなされているぜ。これは、今後、艦の兵装やシステムをアップデートしていくことを前提にシステム設計がなされているということであり、当初は最低限度の装備ベースラインで収益していき、その後、状況によって順次追加装備やシステムアップデートを行うことで、その時代に即した能力向上を容易に実現できるようになっており、艦の陳腐化を防ぐことを狙っているな。そして、最上型は他国の同規模の艦と比較しても大幅な省人員化が図られており、定員は90人となっているんだって。また、女性専用区間も設けられており、慢性的な人員不足に悩まされている海上自衛隊にとっては非常に有用な艦となっているってわけ。さらに乗組員もクルー制を採用しており、3隻に4組のクルーを配置することで、1組を休養に当てたとしても残り2組が訓練及び運用に当たることで、艦の運用効率を高めつつ、確実に艦の整備も実施できるとされているよ。機能性はもちろんだけど、乗組員のことまで考えて、細かい部分にまで気を使っているのが日本らしいよね。今回の最上型での省人化、省力化、コスト低減などは、米国の LCS での取り組みを日本版にアレンジして試しているという見方もあるんだ。米海軍では LCS の価格高騰、能力不足によりその取り組みは失敗に終わったけど、米軍とは違い、近海防衛任務を主とする最上型であれば、LCS のコンセプトに合致する可能性もあるため、最上型の今後に注目が集まっているよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。おえこえ来たぜ、日本初の純国産ジェットエンジンが完成したんだってな。なになに、そんなにすごいことなの？というか、技術力の日本と言われていて、純国産のジェットエンジンが今までなかったことに逆に驚くんだけどね。何言ってんだよ。世界最高峰の技術力を持った日本の純国産エンジンだよ。絶対に今までのジェットエンジンとはわけが違うぜ。なあ、そうだよ。純国産ジェットエンジンは日本にとって長年の悲願だったんだよ。このジェットエンジンのカタログでスペックを見てみるとかなり高い性能を示してるようなんだ。このエンジンが次世代の戦闘機に搭載されるかは、まだ不明ではあるけど、ある国が非常に興味を示しているという噂が飛び交ってるんだよね。まだ戦闘機に搭載されるかはわからないんだね。でもそれだけ性能が高いなら戦闘機に搭載されるんじゃない？日本が開発したエンジンなら性能は間違いないよな。これまでのエンジンからどう変わってるんだ。そうだね。日本初の純国産ジェットエンジンの性能や特徴を見ていこうか。それじゃあ行ってみよう。2018年、F3 ステルス戦闘機計画が閣議決定され予算化の話までこぎつけたんだ。この閣議決定は、かなり時間がかかったなって感じだったよね。もっと早い段階で予算が通ってもよかったと思うんだけどね。戦闘機は自国を防衛するためには必要不可欠なもんだよ。何より先に予算を立てなきゃなんないだよ。日本政府って余計なことにはボンボン金使うくせに、本当に大事なことに関しては動きが遅いんだよな。本当にそうだよね。近隣のあの国とかあの国が、ちょっかいかけてきてるんだからこういうことは、最優先事項で進めてほしいよね。本当にそうだね。まあでもこれから戦闘機の開発が進んでいくと思うと楽しみだよね。第6世代の戦闘機はいろいろな形があるけど、現在活躍している F-35 戦闘機以上に、優れた性能と、もはや戦闘機には必須条件のステルス性能を双方兼ね備えた、
素晴らしい戦闘機が開発されることを願うよね。それじゃあ気になる性能の方を見ていこうか。この新型は双発エンジンみたいだね。双発エンジンというのは左右の主翼にエンジンを1機ずつ設置したものだね。ちなみに現在の F-35 戦闘機はエンジンを1機乗せた単発エンジンになるよ。この双発エンジンも2タイプのエンジンを製造することで、将来的には護衛艦出雲加賀の甲板上でも運用が可能になるね。まあ、どこまで計画が進んでいるかはわかんないんだけどね。まだあくまで計画段階ってことだな。でも今さら従来の戦闘機とローレベルでは話にならないからな。目指すなら最新鋭の究極の戦闘機を開発してもらいたいもんだぜ。究極まではいかなくても、世界に誇れるような戦闘機を作ってほしいな。大丈夫だよ。日本が製造開発するのに今までと変わらないなんてありえないね。日本初の純国産戦闘機の完成が待ち遠しいね。ただ、この F3 戦闘機計画にはエンジン部分が重要な部分になってくるからね。ここを成功するか失敗するかで日本の開発力と技術力が世界各国から測られるだろうね。もし、うまくいかなかったとなったら周辺国への防衛力も低下することになってしまうだろうからね。いやいや、日本の開発力と技術力に限って失敗に終わるというのは考えにくいだよ。うん、そうだね。そこは心配するようなことはないだろうね。かなり高性能なエンジンの開発が進んでいるみたいだしね。話がそれちゃったから今度こそ高性能ジェットエンジンの性能を見ていこうか。2018年日本の航空軍事市場で全く新しい試みが行われました。プロトタイプの1機だけですがジェットエンジンが開発メーカーの IHI 社から防衛装備庁に納入されたそうなんだ。この出来事はかなり話題になったから知ってる人も多いかもしれないね。知ってるぜ、ニュースでも報道してたからな。見た見た、結構盛り上がってたよね。何気なく見てたけどこのエンジンことだったんだね。そういうことだね。このエンジンが XF-91 と呼ばれる航空機、戦闘機用のエンジンなんだ。現在の国際的スタンダードと比べても他国の製品にも全く引けを取らない高い性能のエンジンなんだよね。今回、防衛装備庁に納入されたエンジンはアフターバーナーを使用した際の推力は15トン超えで、F-22 戦闘機の F-119 エンジンが同じように 15.9 トンだからほとんど遜色ないよね。ちなみに F-35 ライトニング戦闘機の F-135 エンジンは 19.5 トンとなっている。あれ？ F-35 戦闘機のエンジンより随分推力低くない？確かに数字だけ見れば、かなり劣ってるように思えるよね。でもね、あくまでもプロトタイプの数字だからね。それを踏まえて考えると、ここからの改良や改善により数値がアップすることは間違いないと思うよ。そりゃそうだよな。いきなりプロトタイプで F-35 超えはきついよな。まだまだ試作品段階ってことだもんな。ところでよ、さっき出てきたアフターバーナーってどんなシステムなんだ？そうだね。それじゃあ簡単にアフターバーナーについて説明するね。エンジンから排気ガスが放出されるんだけど、これに直接燃料を噴射して、さらに燃焼させることにより、推進力を高めるシステムのことだね。車でいうところのターボみたいなものかな？仕組みは違うけど、そう思っててもらって良いと思うよ。実はね、現在収益中の F2 戦闘機を国内ではなく、アメリカ製の F16 戦闘機を土台にして開発すると、決定した時、その大きな理由として搭載するエンジンを自国で開発できないからだったんだ。そのことを考えると、自国でエンジンを開発できたことは快挙だよね。今までは自国でエンジンを作れないから、戦闘機自体をアメリカの真似をして作るしかなかったんだよね。これ車に置き換えて考えるとすごいよな。車のエンジンを開発できないから日本がアメ車を真似して車を製造していたとしたら、狭い日本の道路を、またでかい車体にまたでかいエンジンで走ってたってことだもんな。ガソリン価格高い日本で、ガソリン垂れ流しで走ってたってことだよ。アメ車かっこいいけど、維持するのは大変だし日本車と比べると性能が高いとは言えないもんね。逆に車でも日本のエンジニアはあれだけの性能のエンジンを作れるんだ。ジェットエンジンでもすごいエンジンを開発するだろうね。あとこのエンジンの特徴としては小型化だね。ただ単にエンジンの推力を高めるだけならエンジンを大型化すれば比較的簡単に推力を高めることができるんだ。でも現在の戦闘機の最重要な項目として小型化が考えられている。これはステルス性能をアップさせるためには必須条件なんだ。同時にエンジンが小型化できれば、戦闘機に積む兵装も今までよりもたくさん積めるようにもなるよね。戦闘機を製造するということは、ステルス性能を落とさずに、
なおかつ武器もたくさん積めるようにと、いろいろと試行錯誤しなくてはいけない項目があるんだ。でもこのエンジンは、出力を落とさないまま小型化に成功しているから、最重要項目の一つはすでにクリアしているってことなんだよね。そりゃなんとも心強いことだな。ノエ成功したのノエ変だぜ。うん、そうだね。期待は膨らむばかりだよ。ここで一つ伝えたいことがあるんだよね。ある国が、この XF91 エンジンに関して過剰な反応を示してるんだよ。ある国ってまさか。まあ、どうせお隣のあの国だよ。大体想像つくわ。視聴者のみんなピンときてるぜ。はい、正解です。皆さんの予想通り韓国ですね。韓国のメディアがこのエンジンのことをニュースで取り上げたんだ。それが、その取り上げ方といったらひどいもんだよ。このことはまだ日本でもあくまで計画段階なんだよ。それなのに自国の安全保障が脅かされると強行状態のような報道なんだ。なんなんだよ、ヒステリックなおまさんかよ。ほんとだよね。お互いに仮想敵国と考えている中国が言っているなら、まだわかるんだけど、韓国はアメリカと同盟国という同じ立場だよ。まるで、すでに新型の戦闘機は完成していて、すぐにでも自国に攻撃を仕掛けてくると言わんばかりの報道だったんだよね。本当に、一方的に日本を敵国扱いしてるよね。怒りを通り越して呆れるよ。本当に面倒な国だな。他国の技術開発に文句つけてる暇があるなら自国の技術力磨けや。こんな難癖相手にしないで日本の開発者たちには頑張ってほしいよね。それにしても、お隣の国の瞑想はいつまで続くのか。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。日本の戦闘機産業は、かつてゼロ戦を作り上げた三菱重工などが尽力しているね。ゼロ戦はかつて日本を